調子駅を取ってくれて、私も鉄道で調子駅に行くのに、さあ、人生始まる。ここからね、今日のグルメスポット、一山池に向かいます。もうね、2時間近く待ったんですよ、これが出てくるのね、西武店のこれ。甘くてうめえわ、これ。これからまた調子に戻って、白、総武本線で大網までは東金線、からまた外房線に乗って茂原まで行って、アリランラーメンに食えるかどうかちょっとチャレンジしたいと思います。大網というと、祖母がね、子供の頃からずっと住んでて、もう僕の夏休みというと、子供の頃から大阪からその大網に出てきて、ばあちゃんの家に泊まって、ジュクリの海岸で海水浴っていうのが、懐かしい思い出した。茂原に到着しました。歩いて 1.2 キロぐらいのところにあります。新しいアリランラーメンの店、麺屋ラフテルっていうところですかね。そこにちょっと行ってまいります。小原駅から徒歩だいたい2分ぐらい、麺処ラフテル、去年のね、12月1日にオープンになった第4のアリランラーメンの店として注目が集まってるんですよ。なんかね、ちょっと小綺麗でいい感じですかね。じゃあそろそろ店に入ってきます。これからね、茂原駅に戻りまして、また外房線、京王線乗り継いで東京に戻りたいと思います。家に帰るまでがグルメ鉄道の旅です。皆さん、気を緩めないように東京まで戻りましょう。快速栗浜行き E235 系の電車に来てます。これから約1時間20分ぐらいかな、東京駅までかかります。しました。それではまた次回、ごきげんよう。
ない。